やるか。気をつけてください。ミアハ様にはとても見せられない姿です。うわこれでどうだ。うわー普通のヒーラーに戻りたフェルズたちには悪いですが、これは好機です。フィア、ウィーネ、今のうちに離脱します。待って、レイ。私、みんなに喧嘩してほしくない。そんなことのためにチョコを作ったんじゃないの。ウィーネ。ですが、あの大混戦です。戦いを止めるにしても、一体どうすれば。私たちが下手に出て行っても混乱が増すばかりです。私たちはモンスターで異端の存在なのですから。エイ、フィア、お願い、力を貸して。ぐえにゃー。もう、何が何だか、わからないのにゃー。パクリ。そう言いながら俺たちのチョコを食ってんじゃねえ。どれだけの犠牲者を出しやがった。私たちのジョンに色目を使った泥棒猫、そしてチビとキツネとローブ、許さないんだから。ダメです。やはり収拾がつきません。さっき立ちすぎて包囲網は突破できない。このような場所で窮地を迎えようとは。一体どうすれば。開いた。これはリリ様、ベルズ様、今も落ちてくるこの包みは。まさか。チョコ？チョコにゃ？チョコが降ってきたにゃ？何？どういうことにゃ？アルカディア。何かが頭上を飛んでる？まさか、レイ様とフィア様？みんな、喧嘩しないで！私、みんなに喜んで欲しかったの。嬉しいって笑って欲しかったの。みんなと、仲良くなりたかっただけなの。
様。今度のバレンタインもまた用意するから。だからみんな仲良くして待ってて。今の声、まさかチョコの精霊？毒系抜かれちゃった。ええ、こんなバカみたいな真似する女がジョンを狙ってるはずないわね。泥棒猫がこんなたくさんのチョコレート用意するわけないもの。何より、甘いにゃ。やっぱりこのチョコすっごくうまいにゃ。こんな美味しいチョコ作るやつが悪いやつのはずないにゃ。だからもっとチョコください。あんなに殺気立ってたのに、皆さん戦いをやめて今は笑って。チョコの魔力、いや本物の真心か。ウィーヌ様、ウィーヌ様、大きくなってるみたいですね。はい。チェッ、甘えなあ。こんなにチョコが甘えから、これ以上喧嘩すんのはよそうぜ。今日はバレンタインなんだからな。解釈で間違ってはいない。だからね、みんなに渡したいから一緒に取りに行こう。まったく仕方ないですね。リリ様、ここまで来たら多少寄り道しても変わりません。メル様たちのお土産をいただくくらい問題ないでしょ。もう少しだけダンジョンに滞在しましょうか。ありがとうございます、リリ様。リリ、大好き。ウィーヌ様、くっつかないでください。私ね、知ってるよ、こういうのなんていうか。ハッピーバレンタイン。チョコの精霊？一体それは何なんだい？と聞く前に、リベリア、アイズ、君たちの格好について尋ねても大丈夫かい？
察しろ。いつものロキの悪癖だ。うおー、リベリアとアイズタンを断層させればチョコをもらった上にホワイトデーもお返しがもらえる。なんちゅう悪魔的発想。ちゅうわけで二人ともこれを着るんや。ぐへへ。ってロキが言ってた。普段と趣向が違うと思ったらそういうことか。合図はともかく、君はよく素直に来たじゃないか、リベリア。はめられた。チョコを届けようと殺到するエルフを何とかしてやるというロキを全面的に信じたのが間違いだった。全てが終わった後に見返りをよこせと言われてな。もし拒んだらエルフを呼び戻すという条件付きだ。泣き落としして脅迫してまた泣き落とししてた。お願いの手段にも策を巡らせるようになってきたね。明日は我が身というし、人事じゃないな。チョコの返礼をなぜ我々が行わねばならないのか理解に苦しむ。話の腰を折ってしまってすまない。それでチョコの精霊だったね。ああ、姿は確認されていないそうだが、声を聞いた者は多数いるようだ。男性の冒険者を中心に実際チョコをもらった者も大勢いる。なるほど、それでチョコの精霊か。神々の娯楽と考えるのが一番それらしいけれど、今追っている事件とは無関係そうだ。追っている事件。ああ、ギルドに押し付けられてね。僕たちロキファミリアが担当することになった。第2級冒険者を含む上級冒険者の連続失踪。少し大きな山になりそうだ。